こんな緊張感漂う BGM の中で久々にサブストーリー再開しようかな。まあ3章に入ったし、まだ何個か追加されたみたいで、ちょっと回収しとこう。で、あそこチンピラがね、ずっとこっち見てて、なんか挑発してんだよね。待て待てみたいな。ねえねえ。暇かよマジで。いやーサブストーリーすぐそこなんだけどね、遭遇する前に話しかけれればいいんだけど、お願いしますやっとってくださいって言ってるけど、何女の子が逃げてねえよ別に。お前だろ、お前がチンピラだろ。そこのうら結局ボコったよ。もう気に食わねえから。2000円ね。許して許してじゃねえよ、お前らさっきうるさかったんだよ何やってんの本当に。でここでね、その年じゃダメなんだわということで、金に困ってんのかな。風俗やろうとしてる。やめてくれ。知り合いおたっちゃんか、おめやさん、うちをつけはいかんがな。いやいやいや、もうつけなくていいからさ、何十万持ってるからさ。いやー参ったな。もうそれより店長どうかしたの、その子なんか揉めてたみたいだけど。それがよ、この子うちで働かせてって言ってるんだけど、まだ17歳だよ。あ、それじゃあ雇ったら店長が捕まっちゃうわけだ。もういいです、それじゃあ。何があったんだろうな。今の子どういう事情。親父さんの借金を返したいんだと。ほんで風俗で働きたい言うとったわ。なるほど、それじゃあこの店断れたとなると、また違う風俗店探すのかな。ほんでも18歳未満じゃどこも雇わんだろうね。まあ合法的な店ならね。だからむしろ変なやつにつけ込まれないといいけど、ちょっと心配だがね。なあたっちゃん、どうせ暇なんでしょ一言余計なんだよ。なんでみんなそう思ってんね。様子見てきてやってくれんかね。あの子無料案内所の方へ走って行ったみたいだわ。よろしく言っといて、18歳になったら、うちで雇ってあげられるよいや18歳になってもさ、雇っていいのかな、普通に人間として。まあ風俗だから年齢が合法すればいいのか。で風俗案内所っていうのはすぐここなんだけど、チンピラ多いな。いたいたいた、めんどくせえなマジで絡まれんの。あ、いたいた。あれあの子確かじゃねえよついこの前会ってただろ、ついさっきね。ハワイアンパブで、働こうとしてた子だったな。聞こう。そこの兄さん、またどっかで叫んでるな。何か用ですか。まあね、君、ハワイアンパブの店長に雇ってくださいって言ってたでしょ。え、それじゃあもしかして雇ってくれるんですか。いや、そうじゃなくてね、君みたいな子供がそういうとこで働きたいって言ってるのが心配で来たんだ。そんなの別に心配してくれなくていいです。赤の他人じゃないですか。そりゃそうなんだけどさ、君、親父さんの借金を返したいんだってね。でもそこまでやんなきゃなんないの。父には昔ずいぶん迷惑かけましたから。だから少し私が風俗で我慢すれば返せる額ですし、早く楽させてあげたいんです。いい子だけどさ、このままだと父はまだ何年も借金を返し続かなきゃいけない、でも私が風俗に行けば1年で返せるんです。俺が君のお父さんだったらそんなこと許さないだろうね。娘にそんなことさせるぐらいなら死ぬまで借金で苦労した方が全然マシだ。もちろん父には言いません。でも父が借金で、苦しんでるのは私が小さい頃ずっと病弱だったせいなんです。それなりに覚悟は決めてるってことか。でも君、風俗って何するところか本当に分かってんの。自分なりにいろいろ調べました。だから分かってるつもりです。調べたってネットか何かで。まあそれくらいしかないだろうけどね。何が言いたいんですか。体
隠してたわけじゃないけど、俺風俗ライターでさ、だからいわゆる風俗嬢って人たちいっぱい知ってるんだ。それでも君みたいな綺麗な同期で風俗やってる子は見たことがないな。え？確かに中には軽い気持ちで始める子もいるけど、大半の人たちは生きるか死ぬかでは瀬戸際で風俗の世界に入ることを決断したんだよ。エッチが過ぎたからとか遊び感覚で稼いでますとか、あんなの嘘だぜ。本心からそんなこと言ってる人なんていない。もし君がそういうのを見て自分にでもできると思ったんなら必ず後悔する。その時はもう多くのものをなくした後だよ。それでも私は少しでも父を楽にしてあげたいんです。お父さんは君を守るために苦労してんだろ。なのに君は風俗で自分を傷つけてお父さんの苦労を台無しにしようとしている。君はそこまで分かった上でまだ風俗で働きたいと言えるのか、こんな俺が言っても響きないだろうけどさ、もっと自分を大事にした方がいいって。君はまだ子供で何も分かっちゃいないんだ。おお、なんでいきなりチンピラが現れたんだ怖えな。おいごらてめえ、何偉そうに講釈垂れてんだ。ん？なんだあんたら。そりゃこっちのセルフだろうがよ。お前ミサちゃんの何なんだ。ん？そっか、お前らが借金取りだな。こんな子供から親の借金取り立ててんのかよ。この子風俗で勤めようとしてたんだぞ。ああ、そうそう、風俗な。ミサちゃん、風俗のお店決まった？17歳って言ったら断られました。そうなると思って代わりの仕事見つけといたよ。ちょっとしんどいけどヘルスより全然稼げっから。おい待ってよ、これこれ何させる気なんだ。むちゃくちゃ言ってんじゃねえよ。うるせえ、てめえ赤の他人だろうが。なんならお前がこの頃借金肩代わりすんのか。くいくらもういいです、おじさん。おじさん、私のことなら大丈夫だから。よすんだ、今ならまだ後戻りできる。それじゃ行くんだ。すげえだな。よーし、いい子だ。すげえ覚悟だな。あ、止まった。やっぱりちょっと迷ってるよね、さすがに。ミサちゃん、どうしたのミサちゃん、早くおいで。お、こっちに来るんだ。おじさん、私やっぱり。おいミサ、親の借金返すんだろうが、もう手遅れなんだよ、早く来い。ミサちゃん、さっき言われた通り、俺は中の他人だよ。君らのことに首を突っ込む筋合いの人間じゃない。それが利口だぜ。だから、俺には君の一言が必要なんだ。たった一言でいい。一言？そう、たった一言。私を助けてってね。その一言があれば俺は動ける。君が自分を大事にするって意思さえ見せてくれれば、俺がそいつらから君を守るよ。何言ってんだてめえは。痛い目見ねえうちに引っ込んでろ。助けて。あん？いちいちポーズうぜえよお前。おじさん助けて。私この人たちについて行きたくない。お願い、私を助けて。よく言えたね。わかった、あとはおじさんに任せるんだ。ちっ、ふざけやがって。おいこのバカ、ボコボコにしちまうぞ。チンピラね、かかってこいよ。じゃあお前ら、おいおい、ちょっと俺今ヒートゲージ溜まってないな。なんか近くにモテそうなものあるかな。お、看板。うらおい、熟練度アップか。うら、弱いな耐久が。ピー、あれ一人だけ、他の人は遠いな。なんでそんな離れてんだよ。うら、死ねわかった、もう勘弁してくれ。お、
お、これは素材、いい素材だな。くぅ。おじさん、私、怖かった。そりゃそうだよ。あのままついてったら何やらされてるか分かったもんじゃないよ。はい。俺もこんな仕事だからさ、風俗で働くのが悪いことだとは言わないけど、捨て星になるだけはやめてほしいんだ。いや、でもあれだな。俺なんかが言っても説得力はないか。ううん、そんなことない。お、私、もう少しお父さんと地道に頑張ってみる。まあね、別に風俗じゃなくていいでしょう。ああ、それがいいと思うよ。おじさん、本当にどうもありがとうございました。一件落着か。経験値1900。まあいい話だね。困っている女の子を助けると。で、次はどうしようかな。1,2,3,4,5 あと5つか。まあもうちょっと回収してもいいかな。ここにも、あれ何やってんだなんかめちゃくちゃ拾ってるみたいで、なんだそれ。この人はあれだね、多分観光協会の人っぽいね。ちょっとよろしいでしょうか、同じセリフで。何、私金芸町観光協会のものなんですけど。どの観光、どの町でもさ、同じ顔なんだよな。ねえ、何人兄弟だ。現在観光地としての金芸町をもっと盛り上げようとキャンペーンしてるんですよ。キャンペーン。ええ、この金魚町の観光名所と思う場所で写真を撮ってきていただきたいんですよ。撮っていただいた写真は、まあまあまあ、いつものパターンね、パンフレットポストに使わせていただきます。観光名所5箇所の写真を撮って持ってきていただければお礼を差し上げます。でも、今のカメラなんてもったいよ。いやいや、持ってるだろ。風俗ライターで使ってるカメラでいいんじゃん。大丈夫です。カメラをお貸しします。ぜひ、このこういう一眼レフをお持ちください。え、本当に？ただで貸してくれるの？はい、無料でお貸しします。でも、代わりに連絡先を教えていただきますけど。やるやる、カメラ貸してね。このテンションもう初めてなんだけどな、今までの主人公で。そうですか、このカメラでお願いします。はい、受け取った。まあ、でも、金英町の看護名所って大体俺分かったな。多分この辺だと思うんだよね。キャンペーン中はここにいます。はい、で、それではよろしくお願いしますよ。まあビューポイントだね、撮るというアクションアイコンが出ることがあります。はいはいはい、5枚撮らなきゃいけない。街を歩いて経過のいい場所を探すか、ということなんだけど、多分この辺だと思うんだよな。なんか観覧車があるんだよね。うん、まあいいや。で、これか。これは何なんだ？え？あ、原稿。どうしようかなーって。何見て。あ、え？知ってる人？品田さん。ん？君は。こんな拾ってる人いる？全然拾えてねえじゃん。お前どこ見てんだよ。あ、俺、編集部のバイトですよ。ほら、打ち合わせにいらした時。いや、覚えてないな、打ち合わせとかさ。いつもお茶出したりしてるんじゃないですか。ああ、そうだったっけ。それよりどうかした？こんなとこで渦巻くっちゃって。実は編集部で先輩から手書きのメモを渡されて、急いでデータに起こせって言われたんです。ほうほう。でも慌てて転んだせいでメモをぶちまきしちゃって、受け取ったメモがどういう順番で文章が並んでたか分かんなくなっちゃったんですよ。全然拾えてねえよお前。ちゃんと見ろ。ああ、それはまずいね、大変だ。品田さん、手伝ってもらえません？メモを見て正しい順番に並べてほしいんです。一応ライターですもんね。
一応って俺はれっきとしたライターですよ。でしょ。そうですよね。だからお願いします。助けてください品田さん。いやーでも貧乏暇なしって言うでしょ。これでも忙しいんだよな。わかってますよ。俺はちゃんとしますから。いや順番で並べ、あれ拾ったのか。ちなみに何の原稿メモなの。風俗レポートの記事が1件と、あとは先輩が書いてる連続小説の一部です。小説？そんなの連載してたんだ。小説の方はもう完全に先輩の趣味ですけどね。なんか先輩サッカー志望らしくて、編集所に無理言って連載の枠をもらってるんです。あの先輩どんなに仕事がきつい時でもそれだけはきっちり穴を開けずに書いてあげてますよ。もう普通じゃない意気込みで。ほうほう、なるほどね。それじゃあ順番間違えたりしたら言語道断だ。そうなんですよ。だから余計困ってるんです。まあいや、それじゃあとりあえずそのぶちまけちゃったメモを見せてみな。はい、まずはこれ風俗レポートの方のメモです。なんだこれ。メモ1、私はこれから始まる彼女との時間を胸よ、ときめかせ彼女とのこの雑談を存分に楽しんだ。そうした、過程ををも楽しむのが2というものだ。おお、これが1。メモ2、部屋に入るとなんか BGM 急に変わってんな。さっきの緊張感どこ行ったんだよ。部屋に入るとまずは、世間話だ。彼女には私が雑誌記者であるとは伝えていない。それでも閉店間際の客に惜しみない笑顔を見せる。メモ2ね。メロさん、それでもいきなり、服を脱いでプレイ開始。それもいいだろうが、同じ料金で楽しむなら私は、体も心も満足したいと考える。メモ4、私がその店を訪れたのは閉店直前にもかかわらず、彼女はとっても愛想よく私の来店を出迎えてくれた。これは正しい順番に並び替えろってわけか。するとどうなるかな。ちょっと勘弁して。もう一回読み上げるっつっても、まあ別に後ろの字幕見ればまあなんとなくわかるけど、順番でしょ。4、まあこれもいつも試験のやり方でもあるんだけど、最初はまあ全部4で、で最後の3ってことは、この2は絶対間違ってるというわけですね。だからこの真ん中と下どっちが正解なのかって見ればいいわけだし、で1と2の、順番をですね並べ替えればいいでしょう。要するに、ということはまあこれですよね。もう一回ちょっとねちゃんと読みました。これですね。4、2、1、3の順番だな。これで間違いないよ。さすがプロのライターですね。ありがとうございます。少々動画カットしたんだけど、もう一回ね、ちょっとちゃんと読みました。任せとけって。それじゃあ次の小説の方ね。そのメモはこちらになります。ほう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 。おいしいって達也のことを思い出すんだけど。とってもおいしいわ、トール。言葉は自然と口をついて出てきた。今の自分を夫が見たら一体どうなるのだろう。メモに、香りは躊躇を覚えたが、それもたまの間だった。今、飲み込んだばかりの、それは確かにトールへの愛おしさを。なんとか感じさせた。さ、美味しいって言いなさい。トールの命令は、有無をもう言わせない決然とした響きを伴っていた。ほうほう。いや、そんなことはもうどうでもいい。香りは頭にちらと浮かんだ考えを、振り払おうと、トールの手から残りの手羽先を奪い取った。何この話。何この小説。まあ、つまり、真ん中を除いて、1と3、どっちが正解っていうわけですね。
で、またね、メモ1と2の順番、どっちが先頭なのかによって、まあ、違うってわけですね。ということは、ちょっともう一回読みますね。ということは、これか？これだ。うん、3、2、1、4の順番だな。まずは大丈夫なはずだよ。よかった。プロのライターさんがそう言うならまず大丈夫ですね。まあ、文章の編集ってのは難しいからね。確かに、ただのバイトには結構荷が重かったかもな。いやー、助かりましたよ。ちょっと待っててください。すぐにメモをデータに起こさないとまずいんです。ああ、俺、忘れないでな。わかってますって。それじゃ。え？俺は？おうおお、帰ってきた。早いな。品田さんってずっとここで待ってんのか、品田。お、さすが早かったな、ご苦労さん。それじゃ、俺の方もらえる？え、ありがとうございました。原稿を見せたら編集長にも、OK もらいましたよ。当たり前でしょ？こう見えてもプロなんでね。さすがでしたね。それじゃ、これ少ないですけど。お前、俺のことバカにしてんのか？1000円。ふざけんじゃねえよ。その1000円のために品田ずっとここで待ってんだよ。貧乏くさ。俺今27万持ってるんだぜ。もしメモの順番ミスってたら先輩に殴られてたとこですよ。マジで品田さんに会えてラッキーでした。全然ラッキーじゃねえ。本当にありがとうございました、品田さん。これからもよろしくお願いします。ふ、やったね。なんで顔してんだ、もう。喜んでんのかな、1000円もらって。まあ、これは一個のサブストーリーね。いやー、サブストーリーの、なんだ？言語シャッフル。面白いな。さっきのなんだっけな？あ、ミサちゃんの件もそうだね。またバッティングセンターの前に来てます。ちょっと動画撮ってない時に、五十嵐コーチの修行全部終わりました。これね。それと、アナザードラマの、サブミッションもね、全部終わって、で、レベルもマックスになったんで、これはもう、めちゃくちゃ強いでしょ。まあ、皆さんにとっては一周なんですけど、アナザードラマのメイン、サブミッションと、コーチの修行ね、だいぶ時間かかりました。2時間ぐらいだったのかな？ということで、残り、アナザードラマのメインミッション、あと3つ、やりましょう。よし。またこのおばちゃんに話をかけて、またあんたかい。掲示板を見て、これか。ネタ、随時募集中。野球に関する記事になるようなネタを募集か。雑誌か何かの記事だろうか。あ、記者だろうか。ちょっといいかい？は？誰だ？俺に何か？なんだこいつ。全体的におかしいだろ。突っ込むのめんどくせえ。品田さんだよね。元ワイバンズのさ。よく知ってんな。あんたは？金芸スポーツの記者で浅田って言います。スポーツ新聞の記者ってこと？もしかして俺のことを取材したいとか？まあね、黒崎さんって知ってるでしょ？よく知ってるわ、あいつ。何なんだ？あいつの紹介かよ。彼からあんたがここにいるって聞いてきたんだ。黒崎ね。悪いけど取材なんか受けないよ。あいつの紹介ならなおさらごめんだね。そんな釣れないな。あんただって今はライターやってんでしょ？風俗の記事の。そこまで調べたのか。もしかしてバカにしてる？まさか。実は俺たち結構履歴が似てるんだよ。俺も昔ワイバンズにいたんさ。お前が？全然見えないんだけど。え？俺が入団したのはあんたが引退した後、もっともずっとファーム暮らしでさ、2年もしないうちに引退しちゃったけどね。だから、品田さんは俺の先輩に当たるってわけ。先輩に対して何その口の聞き方。敬語使え、敬語。同じこと言ってる。その割には随分慣れ慣れしい口聞くね。ワイバンズにいた頃、品田さんの悪い噂を随分聞かされたからね。何悪い噂って。あんたのサイン取って、ファンが激減したろ。
やってねえって。そうだろうよ。今、うちの新聞で最近のプロ野球の不人気っぷりを過去に遡って特集しようとしてるんですよ。この特集に品田さんの話は欠かせないでしょ？あんたのサイン筒から始まる一連の野球賭博、やってねえっつーの。あの一件で多くのファンが野球そのものにしらけちゃったからね。あんたも言いたい放題言ってくれるな。まったく黒崎も、うっとし人間をよこしたもんだ。もう一度言うけど、俺は取材は受けないよ。あんたの顔も二度と見たくない。でもさ、もう時効なんだし、今だから話せることとかあるんじゃない？結局、あんたサイン堂やったんでしょ。何やった前提でどんどん話進めてんだよ、お前。あの時のこと、詳しく教えてくださいよ。いくらで野球ってスポーツを裏切ったんです？両親の呵責とかなかったんですかね？それに、やっぱり監督なんかもグルだったんでしょ？その辺の話、うちの読者は大喜びするんです。取材のお礼も奮発させてもらいますから、ね。あら、無視？もしかして未だにプライドなんてもんがあったりしました？お前ずいぶん。何その口の聞き方。わかった。それじゃあこうしようよ、品田さん。俺と勝負と行こう。やっぱり。は？俺はもっとピッチャーでね、あんたが俺の球を打てたら取材は諦める。その時は二度とあんたの前には姿を現さない。いや、負けても俺は取材なんか受けないよ。今更マスコミに話すことなんかなんもないんだ。まあ、とりあえずそれでいいよ。今のままじゃ取り付く島もないし。それに元プロ同士、あんたって人間を知るには、話を聞くよりよほどいい取材になりそうだからね。俺が勝てば、二度とあんたは姿を現さないんだったな。男に二言ありませんよ。へえ。いいですか、品田さん。十球勝負だ。五本ホームラン打てればあんたの勝ちだ。十球ね。それが今、あんたが全力で投げられる精一杯ってとこだろ。俺も引退して長いもんでね、ただし、この10球だけなら、現役にも引けを取りませんよ。へえ、いけるかな。というか今、ヒートゲージ溜まってんのかな。ヒートアイさえ、使えれば、特に大したことないと思うんだけど。で、今、品田が持ってるバットね。ま、めちゃくちゃいいやつ買ったんだよ。なんか伝説のバットみたいで。3万ぐらいしたのかな ?4 万ぐらい。行くぜ、風俗ライターさん。お前、着替えなくていいのかな？スーツのままで。え？じゃあ、行くぜ。うら。遠慮せず打たせてもらうよ。さあ、来い。うら。気持ちいいね。うら、いくぜ。うっさ。いやー、もっとね、五十嵐コーチの修行を早くやっとけば、今までのミッションも全然苦労しなかったはずなんだけどね。本当に簡単にホームラン打てるな。さあ最後だ、ま、ちょっと遊んでもいいけど。うら。遊びませんよ。勝ったな。どうだ。ははは、打たれちまったよ。球界追い出された風速ライターに。これでいいな。もう俺の前に現れるんじゃねえぞ。そういう約束でしたからね。もう付きまとったりしませんよ。おお、ちゃんと約束守るんだね。それじゃ、これは取材のギャラってことで。結局取材すんな。1万円。貧乏かよ。なんだよこれ。取材なんて受けてないだろ？いや、いい取材になりましたよ。あんたのバッティングは全然衰えてなかった。今でも現役で十分通用します。当たり前だろ。引退してもう随分経つのに、よほどバットを振り続けてきたんでしょうね。球界を永久追放されたってのに。でも、これで分かったんですよ。あんたはいつか自分が復帰できると思ってたんだ。そりゃつまり、あんたが無実だからですよ。おお。最後ちゃんといいこと言ってくれるね。
本当に無実だから、いつか自分の無実が晴らされる日が来ると信じてバットを振り続けていたんだ。浅田さんって言ったっけ？あんた野球より記者としての方が才能あるよ。一応褒めてるんでしょうけど、全然嬉しくないな。そうだろう？だから褒めたんだ。ずいぶん人が悪いんですね。お？あいつが来たか？来たな、お前。何しに来たんだよ。顔色おかしくね？白すぎるだろ。それにあの大仏頭。おい、浅田さんよ。あんたまで俺を裏切んのか？どうなってんだ、どいつもこいつも。品田に手預けられやがる。黒崎。残念ながら、うちはちっちゃなゴシップ誌なんです。無実のヒーローを取材して、美談なんかにうちの下品な読者は食いつかないんですよ。まあ、それでも黒崎さんには仲介の労を取っていただいたんで、お茶代ぐらいは払わせていただきますから。なんだど、てめえ。お前、あのポーズ好きだな、いちいち。どんだけ人を殴りたがるんだよ。それじゃあ失礼します。まあ、黒崎さんには、まだいいゴシップの持ち込み期待してますから。やべえな、クソガキが、お前だよ。はあ、そんじゃ俺も行くわ。もうお前につきまとわれんのはうんざりなんでね。なあ、黒崎。お前もそろそろ目覚ませよ。いつまでもくだらねえことしてんじゃねえって。うるせえんだよ、クソ。いやー、経験値2000。まあ、このバッティングのスキルの経験値はもうマックスになってんで、もうこれ以上レベルは上がらないね。まあ、次はなんだ？これか。面を貸せ。まあ、ちょっとまた今日動画はまたいい時間になったんで、一旦この辺で終わりにしようかな。次回はまあ残りアナザードラマのメインミッション2つをやって、どうしようかな。ミルクちゃんの弟、助けに行かなきゃいけないんだけど、まあサブストーリーもあと4つぐらい残ってるしな。まあアナザードラマのメインミッションとサブストーリーの回収になるかもしれないね、次回は。はい。ということで次回もよろしくお願いします。